A summoner has disconnected.太陽の輝きは不滅よ。
霧の中の戦いは孤独じゃない。
Watch this replay if you want to know which runes to use, which items to build, understand how to lane, teamfight, and outplay your opponents. じゃあ、定価ってはいるんだけど、ハラス負けしそうかな。出た。やっぱそれカサリンが全員持ってくわ。何？ゴレン？本当に？四切りだからな、十分で。ダイヤモンドパールやって、これね、多分サンとムーンを
5分間やって終わったのが最後。ブラックとホワイトって伝説のポケモンなんだ。ブラックとホワイトなんかやった気がするな。伝説のポケモンが知りたい。あーやったわ。それが最後だわ。ギラティナってさ、え、ギラティナってさあれじゃないの、なんかあの四天王でさバグでさあのなんか変な島に行けるポケモンいたじゃん。え、それだよね。なんかあの四天王のさドアの横だかどっかからなんかポッポッポって言ってなんか捕まえれた気がするんだけど。ポケモンギラティナ、あ、ダークライか。めっちゃ詳しいじゃん。ギラティナ、でもギラティナ倒してよ、俺。これ覚えてるよ。この辺のキモいやつでしょ。これでしょ。こいつはね、なんか捕まえた記憶ある。あれ、こいつ捕まえるよね、多分。捕まえれるよね。多分こいつ捕まえたよ、俺。ダークライ。このゲームマジに懐かしいわ。俺これさわざわざさ右に200歩とかさあの数数えてたもん、口で 1,2,3,4,5,6,7 とか言って。こんな万歩計の使い方あったんだね。いや、この裏技ってさな、あれなの、意図的に作ったの、なんかこのバグ俺結構すごいなって思ったんだけど当時。トップだ俺。すごいよねこれ、当時びっくりした。え、でもポケモンって全部で1000匹もいるの。ポケモンそんないるの今。ポケモン意図的でしょ。意図的なんだ、すごいね。天才でしょ作ったやつ。何パンしようかな。なんかセガバンしようセガ。なんか画質悪いな今日。1080p の画質じゃないんだけど。いや、インリビングじゃん。土鍋でご飯作ってるらしい今日は。何やろうか。明かりでもやる。ヘイマーやればよかったわ。忘れてた。俺記憶能力悪いかも。てかさ、俺さ、あのうさたにパイセンって人知ってる？この人の動画よく見てるんだけどさ、なんか。大変なんだな、女性の肌荒れしてる。
この人さ、なんかさ、肌荒れ直すためにさ、食事制限とかしてるんだけど、見て、やすれてるんだよ。なんかすごい、なんか女性ってなんかさ、男以上にさ肌荒れてたらなんか病みそうだし大変なんだなって思う。痩せすぎじゃね。いやなんか、いやなんかね、この人なんか俺確かこの動画かなんかだったけど、なんかこの人ね小麦アレルギーみたいなだったんだよ確か。あれ面白いね。やれやれ、おじけづいたか。なんかね、だから小麦を取ってないらしいんだよ。オーガニックダイエットってやつなの知らんけど、ダイエットってか、まあなんかスキンケアみたいな。ほんでなんか治ってきましたみたいなの言って、すげえ治ってきたんだとか思ってたら、なんか1週間ぐらい前に号泣してる動画上がってて、やべえって思った。いや俺もね、わかんないよね肌荒れとか。俺もね肌荒れ治ったんだけど、いや俺チンポ行かれてないんで。でもね俺もね肌荒れ最近治ったきたんだけど、なんていうの、そのニキビ跡っていうか、なんか色素沈着みたいになってた。これどうやったら治るんだろうね。色素沈着治し方、肌。ここであのあれが出てくるのか、美白効果のあるやつとか出てくるんだ。そうなんだ。でもさ、俺いつも思うんだけどさ、なんかもうなんていうの、何々をしたらいいよ系のさ話ってもうさありすぎてさ、何が正しいのか信じられないよね。確かに。でも今日運動してたらね、肌綺麗になる説が俺は濃厚なんだよね。全部やると疲れるでしょとか言ってたらしばかれる。俺ファケールだから、佐々木ファケール素人ですけど。何これ、オートアタックムーブを左クリックにファインドだって、便利なんじゃねって思ったけど全然便利じゃねえよ。左クリックなんかなんとか、もう左クリックって幼いね言われてみたら、これ地味に便利だな。そうなんだ、これはちょっと便利そうだ。ふんふんふん。俺さ、この人とさ前もフィオラ対アカリやってさボコボコにしたんだよ。そしたらこのフィオラボットレーンにいて、対面のボットレーンがトップレーンにいて、しかもその試合負けた。だからこの試合トップレーンに来続けてくれることを祈る。唐突にまたドレーブントップに来るかもしれない。マークを、これ疲れたくない俺は。買い物の時左クリックしませんか。めっちゃするね。ちょっと待って、こいつ。この試合の高がフィオラに決めてたよ。え、誰でも切れるでしょあれは。あれやっぱ同意、合意の上じゃなくてもう独断でボットに突っ込んでたんだ。結構ビーストみたいなやつがいるなとは思ってたけど。でも俺もあの試合味方のケインに切れてたから。あ、惜しい。さっきからちょっとマー君悪いな、ついてねえな。さっきゼロスの 1v1 見たんだけど、負けた時おもろい顔してて声出して笑ったわ。負けたんだ。なんかドゥインビだっけ。
モナーズリフトへようこそ。ミニオン出撃まであと30秒。ミニオンが出撃しました。万物に均衡。ファーストブラッド、敵を倒しました。
敵を倒しました。味方が倒されました。
敵を倒しました。されました。影の中から味方が倒されました。味方が倒されました。タワープレートが間もなく破壊されます。味方のタワーが破壊されました。
あなたのチャンピオンが倒されました。敵を倒しました。味方が倒されました。味方のタワーが破壊されました。味方が倒されました。味方のタワーが破壊されました。時空管理開始。
敵のキリングスプリー。味方のタワーが破壊されました。味方のタワーが破壊されました。シャットダウン。味方がタワーを破壊しました。味方が倒されました。味方のタワーが破壊されました。味方のインヒビターが破壊されました。味方のタワーが破壊されました。
味方が倒されました。
それにしても、たぬきさんはイベントこと大好きだけど、ハロウィンは特にノリノリね。だってだって、いっぱいお菓子がもらえるイベントなんだよ。ま、まあ、ページの張ってるたぬきさんからすればそう見えるわね。せっかくだし本題に入る前に、ハロウィンがどういうイベントなのか軽く紹介しておくと、ハロウィンはヨーロッパ発祥のキリスト教のお祭りの一つで、キリスト教徒の諸聖人に祈りを捧げる祝日、万聖節の前夜祭として行われているのよ。つまり、海外のキリスト教のイベントなんだね。もともとは、古代ケルト民族がやっていたサミン祭が起源と言われていて、ハロウィンは秋の収穫のお祝いと、先祖の霊のお迎え、悪霊を追い払うお祭りで、日本でいうところのお盆と同じようなイベントだと思ったら分かりやすいわね。なるほどね、ご先祖様をお迎えする行事だったんだ。あれ、でも、お菓子とかカボチャとかお化けとか、ハロウィンのシンボルと何の関係があるの？ハロウィンは、ご先祖の霊と一緒に悪霊も一緒にやってきて、畑への悪影響や、子供が連れ去られるという迷信があって、みんなは悪霊を驚かせて追い払おうと考えたのよ。だから大人たちは、悪霊を追い払うために仮装をして、子供たちは悪霊になりきってお菓子をねだるようになり、お菓子を与えることで悪霊を追い払うという形にどんどん変わっていったのよ。そうなんだ。悪霊でも何でもいいから、お菓子がもらえれば僕はいいけどね。タヌキさんは冷蔵庫を荒らすいたずらをするとんでもない悪霊だけどね。何のことかな。とまあ、ジャック・オーランタンの説明とか、まだいろいろ言いたいことはあるけど、生き物のチャンネルだから、ハロウィンの歴史についてのお話はここら辺にして、今回は、ハロウィンにちなんだ生き物の解説者に聞こうと思うわ。ハロウィンにちなんだ生き物、カボチャのことでも解説するのかな。それもちょっと考えたけど、ハロウィンといえば、カボチャ以外にもフォーマルなモチーフとして有名でしょ。あ、確かにセットで見かけるよね。というわけで今回は、吸血鬼のモデルとも言われるナミジスイコンモリについて紹介していくわ。吸血鬼って、あの伝説の？吸血鬼といえば、海外の伝説上の存在で、古くからヴァンパイアとも呼ばれていたり、人間の生き血を吸って生き続ける不死の存在として語り継がれているわね。鋭い牙があって、ふざって首に牙を刺して血を吸うんだよね。確かにコウモリみたいなマントを持ってるし、コウモリから変身して吸血鬼になるイメージがあるよね。じゃあタヌキさんは、コウモリにどういうイメージを持ってるかしら？コウモリは普段は暗い洞窟にずっと潜んでて、夜になると飛び出して人間を襲って血を吸いに来るイメージがあるんだけど、吸血鬼が血を吸って生きているから、その元ネタがコウモリも血を吸って生きているんじゃないかな。ああ、なるほど。吸血鬼が血を吸ったらコウモリもきっとそうだと。そうそう、神話上の生き物って元ネタの生き物がいるパターンが多いよね。でも実際のところはコウモリの 99% は血を吸わないわよ。いやいや、そんなはずは。コウモリは世界全体で約20種類、日本では35種類程度が確認されているんだけど、その中で血を餌として吸って生きているコウモリはたったの3種類しかいないの。それじゃあ何を食べて生きてるの？ほとんどのコウモリは虫を食べたり花の蜜を吸うだけで、まず血を吸うことはないわ。そんなヘルシーな食生活をしてたなんて。あ、それじゃあなんで吸血鬼は血を吸ってるの？吸血鬼の話は後でするとして、まずはこのナミチスイコウモリについて詳しく解説していくわ。ナミチスイコウモリは本種のみが分類される治水コウモリ科のコウモリの1匹で、体長は7から9センチ、体重は空を飛ぶために15から50グラムととても軽量で、見た目は普通のコウモリと同じように背中は黒く、お腹は白色の毛に覆われているが、こんなのどこにでもいそうなコウモリに見えるんだけど、ナミチスイコウモリはブラジル、コロンビア、ペルー、メキシコなどの中南米に生息しているのに、吸血鬼の種類はどれも日本に生息してないので、血を吸われる心配はないわね。なんだ、それなら安心だね。その上、3種のうち2種は鳥類の血を吸っていて、このナミチスイコウモリだけが哺乳類の血を吸っているの。だから吸血鬼のモデルだと言われてるのよね。それじゃあこのコウモリって同じ哺乳類の人間を襲うんだ。哺乳類といっても普段は牛、馬、豚などの家畜を襲っているわね。あ、そっちの方を襲うんだ。実際にこんな風にして生き物の血を吸っているわね。背中の上に乗っているだけに見えるけど、これ血を吸ってるの？そうよ。ナミチスイコウモリは毒の視力が悪い代わりに熱で獲物を探知することができる。だから私たちが見てる世界とは全然違う、サーモグラフィーのような景色が見えてると考えられているわ。獲物を見つけるとすぐに取り付き、皮膚の下の温かい血液が流れる血管を探すの。なるほど、熱を感知できるから血管の場所もわかるのか。とても発達したカミソリのように鋭く尖った天使を持っていて、これで簡単に皮膚を切り裂くことができるの。うわ、これは絶対痛いよ。ところがどっこい、あまりにも切れ味が鋭いせいで切れても痛みを感じることも。この写真のように噛まれている動物も全然気づかずに吸血されたりするの。それに加え、傷口から出てくる血を舐めるんだけど、その唾液には血を固まりにくくさせる成分がある。気づいたらダラダラと血が流れて、なんてこともあったりするの。怖すぎる。でもまあ家畜だけなら人間に危害は。
最近は人間にも襲うようになっている。え、それってもう本物の吸血鬼なんじゃ。最近までは家畜を吸血するコウモリとして人間への危険性はそれほどでもなかったけど、2000年代に入ってから環境の変化によって自然が減少し、餌が少なくなり、野生動物もいなくなり、吸血対象が少なくなったことで今度は人間の血液をターゲットにするようになったの。実際ブラジルでは2005年には年間1300人以上の人が傷口から狂犬病に感染し、23人が死亡してるわ。狂犬病って致死率 99% とかいう恐ろしい病気じゃなかった？ええ、コウモリは大量の病原菌を持ってるから、血を吸われるよりも恐ろしいのはこの傷口から唾液を経由してすり込まれる菌の方だったりするのよね。なんだかだんだんと恐ろしい生き物に見えてきたぞ。だから鋭利な歯で傷つけられても寝ている時なら全く気づかずに人間も血を吸われることがあって、血を吸う時間は約30分くらいで自分の体重の 40% 分もの血液を大量。サモナーズリフトへようこそ。ミニオン出撃まであと30秒。暴力は美しくないわね。ミニオンが出撃しました。力だけではダメ、操れないと。ファーストブラッド。敵を倒しました。敵を倒しました。
されました。敵を倒しました。敵のランページ。味方が倒されました。味方のタワーが破壊されました。のドミネーティング。
敵を倒しました。味方のタワーが破壊されました。味方のタワーが破壊されました。あなたのチャンピオンが倒されました。敵を倒しました。
味方のタワーが破壊されました。味方が倒されました。味方が倒されました。味方がタワーを破壊しました。味方のタワーが破壊されました。味方のタワーが破壊されました。岩のごとく敵のキリングスプリーン、敵のキリングスプリーン、敵を倒しました。敵のダブルキル、敵のランページ。味方のインヒビターが破壊されました。味方が倒されました。味方のタワーが破壊されました。
しました。敵のダブルキル。味方のインヒビターが破壊されました。のタワーが破壊されました。敵のドミネーティング。ディフィート。摂取するわ。僕だってそんなに食べられないよ。体重60キロの人で例えたら1回の食事で24キロ分のご飯を食べる計算になるからね。たった30分でそれだけのご飯を食べると考えたらとても大食いだけど、この波地水コウモリの体重は最大でも 50g だから、吸われる血の量自体は脅威じゃないわね。でも体重の 40% 分も食べたらもう重すぎて飛べなくなるんじゃないの。だからお腹いっぱい血を吸った後は飛べなくなって地面を歩いていて、安全なところまで地面をカエルのようにジャンプしながら移動するのよ。コウモリの足は退化して使えないのが普通だけど、この子だけは歩けるぐらい後ろ足が発達してるのよね。その姿はちょっと見てみたいか。歩いてる様子じゃないけど実際に動いている姿はこちらの動画で見ることができるわ。なんか血とかカメラアングルのせいでホラー映画っぽさがあるんだけど。まあ確かに血を吸ったり病原病になる可能性があったり危険で恐ろしい生き物ではあるんだけど、ナミチスイコウモリはとても社会性の高い賢い生き物。そうなの。夜行性のため昼間は暗い洞窟で過ごし、夜は死ぬ夢で死ぬから死ぬ夢をしている。主に複数のメスと子供たちを中心とした群れを作って生活するの。というのもナミチスイコウモリの子育て期間は通常のコウモリが1ヶ月程度に対して9ヶ月という長い期間育児をするから、こうして天敵から子供を守る必要があるのよ。へ、みんなで子供を守るってすごい結束力だね。そしてナミチスイコウモリには弱点があって、2日間何も食べないと餓死してしまうという超絶燃費の悪い生き物なのよ。
体重の 40% 分も食べるのにそれだけで餓死しちゃうの。過去に紹介した短時間に一切食事をしないと餓死とか断裂も思い出すのに、水分だけだからすぐにお腹が空いちゃうのかな。だから並木水コウモリはなんと獲物にありつけなかった仲間のために自分の巣たちを分け与えるのに。太陽の輝きは不滅よ。それって自分を犠牲にしてまで他のコウモリを助けてるんだよね。ええ、過去にグルーミングした仲間に積極的に血を分けたり、血縁関係じゃない子供に母乳を分け与えたり、その恐ろしさとは裏腹に高度な社会性を見つけて注目されているのね。人間だって自分を犠牲にしてまで他人に優しくできる人は少ないのに。そうね、賢いからこそできる行動だけど賢ければ人格感情になる。だから研究者たちはこの行為を見てこう考えたの。この行動を取ることで自分にもメリットがあるんじゃないのか。純粋さを失った大人の考えだ。でもこの予想はあながち間違いじゃなかったのよ。え、そうなの。2015年、パナマの研究で数十匹のナミテスコウモリの飼育調査を3年にわたり行い、ランダムに1匹のコウモリに1日餌を与えず群れに戻し、人の仲間が自分の血を分け与えるか観察することにしたわ。うん。その結果、血を分けたことのあるメスは血を分けたことのないメスに比べてお腹を空かせてる時に他の仲間から多く血を分けてもらえることに気がついたのよ。コウモリの恩返しだ。いいことをすればいいことが返ってくる。人間社会にも言えることで、しかも普段から血を分けてくれる相手がたまたま空腹で血を分けてくれなくても関係が悪化することはなく、その分後日たっぷり食事を取った時は普段以上に血を分けても開始していたのよ。これも人間社会に例えた。今日はボーナスでだからみんなにおごってやるぞ。おー、やったー、とっとら。確かによく見る光景だ。つまりこうやって恩返しをしながら関係がぐくしゃくならないようにみんなが血を分けてくれるから、それでお腹が空いた仲間を手助けする瞬間が生まれてるのに。美しい助け合いの精神だな。魔王を着せておけばいざという時に助けてもらえる保険みたいなものよね。言い方悪すぎでしょ。変な生き物チャンネル。以上がナミチスイコウモリという生き物の紹介。うーん、吸血はちょっと怖いけど生き方は見習うとこが多そうだね。そういえば吸血鬼が血を吸う理由って結局何だったの。吸血鬼はもともとコウモリをモチーフにしていたわけじゃなくて、最初は狼男、悪魔、幽霊のような姿で生き血をする化け物のような姿をしていたの。コウモリは無関係なのになんで血を吸ってるんだろう。とそうするだろうということは分かっておったよ。という考えからヴァンパイアの伝承が生まれ、時代の経過とともに本や映画などの創作物で徐々にコウモリのイメージが定着していったのよ。なるほど、コウモリが先じゃなくて吸血が先だったんだね。その証拠に吸血鬼が生まれたのは東ヨーロッパ、ナミテスコウモリがいるのは中南米だから、地理的に考えても直接的な因果関係がないと思われるわ。まさかキツネさんから吸血鬼について教えてもらえるとは。このコウモリを言えば吸血鬼の話はつきものだって。コウモリつながりで思い出したけど、過去に白色コウモリ、世界で唯一の真っ白でふわふわのコウモリも紹介しているから気になった人は見てみる。大きな葉っぱの裏側にみんなで集まって隠れる可愛い子なんだよね。今日の動画はここまでです。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。 Twitter もやってるのでそちらのフォローもぜひ。それではまた次の動画でお会いしましょう。お邪魔するわよタヌキさん。あれ、連絡入れたのにどこか出かけてるのかしら。そういえば既読もついてないし、もしかしたら取り込んでるのかな。おかしいわね、もう昼過ぎなのにタヌキさんまだ寝てるじゃないの。ちょっと、もうこんな時間だから起きなさい。うん、イカが地球を支配する。なんわけのわからないことを言ってるの。早く起きなさい。あ、キツネさんだ、どうしてここに。昨日の夜に遊びに行くって連絡入れたじゃない。ああ、返事しようと思った途中で寝ちゃったんだ。だとしたらもう半日以上寝ていることになるんだけど、どれだけぐうたらしているのよ。寒くなってきたからそろそろ冬眠でもしようかと思ってむにゃむにゃ。本物のタヌキは穴で寒さをしのぐことはあっても冬眠はしないわよ。今布団から出てこないのは単にタヌキさんが怠け者だからでしょ。寒い。まだまだ真冬でもないのに寒がるのは早いでしょ。それにこんなに寝てたら一日が無駄に終わっちゃうじゃない。ああ、確かにここ最近毎日夜遅くまで漫画読んだり YouTube 見て次の日起きたら夕方とかよくあるな。完全にダメニュートタヌキじゃないの。もし寝ないで済むなら何倍もずっと好きなことしていられるのにもったいないよね。ふむふむ、ふーたらしてると思ったらなかなかしれどいことに気づくじゃないの。ほえというわけで、いつまで眠るのかについて紹介していくわ。そういえばなんで眠るんだろうね。人間が眠るのは当たり前だけど、犬や猫などの身近な哺乳類が好きだ。それは爬虫類、魚類などの海の生き物に眠ることはなんとなく知ってるわ。どの生き物も共通して持ってる特徴の一つだよね。それに加えて、体の作りが全然違う昆虫やクラゲ、ハエだって眠ることが分かってるのよ。え？そうなの？体の作りも生態も全然違う生き物。サモナーズリフトへようこそ。このチャンネルは当たり前の人に不安を持って、ただにしてタヌキさんは、もし日向ぼっこしててうとうとしている可愛い野良猫を…ミニオン出撃まであと30秒。やっぱり年を近づいて観察したり、慣れてみたくなっちゃうな。そうね、普通の野良猫なら人間に警戒して戻る気持ちもいるんだけど、自分に残ったような気持ちを持ち、いつも使われて飛び出すことは完全に弱いのだ。これはつまり、天敵だらけの自然界では死のリスクを高める行為。急ぎなされ。ミニオンが出撃しました。わかったわい。
ーストブラッド。無駄にする時間はない。戦いに市場を持ち込むほど。はいは。常に道は同じじゃ。味方が倒されました。敵を倒しました。敵を倒しました。急ぎなされ。敵を倒しました。ダブルキル。敵を倒しました。味方が倒されました。敵を倒しました。
は同じじゃ。避けられぬ運命。時間が無駄じゃな。敵を倒しました。敵を倒しました。無駄にする時間はないんじゃ。あなたを倒されました。Thank you.
その時が来るじゃろうて。敵を倒しました。その時が来るじゃろうて。ランページ。すぐに参るとするかの。
味方がタワーを破壊しました。力尽きました。しました。すぐに参るとするかの。
the max range auto attack. You could see him just do it right there. So once you mark someone with the sniper rifle, you can just kind of globally finish your right click. And then his chakram, you can stack it up during combat with champions. So kind of the longer you fight with it, the more powerful you become. And that was really stronger. So all comes in. That's just basically like throwing a big gun that applies the gun effect to everyone. And then after that, you can see the chakrams around him just getting stacked up as the fight progresses. And since they don't kill him right away, and because Yasuo missed his ultimate, he doesn't get killed. Yeah, very unfortunate. I've given over some shutdown gold already from Yasuo's mid in there. And now, the way this fight plays out, just not very favorable. Really good ult from Core today. Just wasn't able to get anything done. And the thing is like, Whippo is definitely learning, right? Whippo has gotten an entirety, and you can see he's excited about it. He's gotten an entirety of almost 11 minutes of experience, as have his bot lane opponents. Everyone else wandering down into his lane still has no idea what this champion does, most likely. They're like, what? I don't understand. Why does he have a million projectiles? Why is he, like, mega simple? It's definitely going to be an experience. Like, drag, that's a quick kill pickup on Core JJ. Sticking around a little bit too long trying to clear out that ward. I gotta say, Bang struggling. Bang very much locked in top lane, trying to match the pressure from the Sigs. Yeah. And Yankos has been roaming.最近 MVP 最近解散したね。じゃあ四国の友達から送ってもらった黒胡椒せんべい食うわ。これ超うまいよ。これせんべい界トップティア。こういうやつなの。マジうまい。これおすすめ。知らん。このせんべいマジうまいよ。マジ一生食える。チョビうまっ。フラッシュウルと9W でダメージを食らして9で突っ込んでシャンシャン9もう一回9ゾーニャいい。わあうまっ。ガチうめえ。これ SKT 負けたの俺マジびっくりしたわ。ライブで見たけど10件以上勝ってて負けたからね。まあソードさんといえばホーンとサイオンと運動です。シーズン8？ 去年かな。パンネリングだねこれ確か。うん、めっ。
バイパー返さマジうめえ。なんかバイパーってデビューした年が一番うまかった気がするわ、マジで。半端ねえ動き。なんかマジなすすべないって感じするな。That was just this night you're scared. Ah, あれえぐいね。あのトップのファーストタワーのとこでしょ。あれマジかっけえ。チョビーの入れりゃマジで綺麗えぐい。早い動き。かっけえ。ロルマイヤスやっぱかっこいいな。バンドルガンナー。いい、死ぬまでバンドルガンナーだよ。かっけえ。まあ5倍ぐらいかな、リアルな数値を出すと。いやー俺このチームファイトさ超、いや口からせんべい出てきた、きったね。このチームファイトマジびっくりしたわ俺。これなんかさチェイスしてきてさ、うわグリフィンやったなーとか思ったらね、こっからなぜかグリフィンが勝つっていう、マジでえぐいわ。これスメブさんトロールしたね。ちょっとスメブさんトロールしましたね。あ、ごめん。ほなまた。どうせこのコメント麦田でしょ。確かにめっちゃ懐いね。ソード下で歩いてるだけや。一番トップレーンやってて悲しい瞬間、もう4人で勝っちゃってる時。これ気持ちいいやつだね。サモナーズリフトへようこそ。パーティーの始まりだよ。ミニオン出撃まであと30秒。
ミニオンが出撃しました。マジうめえな、ここら辺の時マジでやばいわ。敵を倒しました。君たちドル上手いっすね。味方が倒されました。味方が倒されました。あ、このチームファイトすごかったな。このね、試合マジ面白かったよ。このジェンジー対グリフィンの試合。味方が倒されました。黙ってことだけさせ。マジで熱い、このチームファイト。この BO3 マジ面白かったよ。GT 対グリフィン、去年一番面白い試合これだった。マジで熱かった。めっちゃ懐かしくない、このヤトマ系統。あいつは懐かしい。 DM 日本だったよね。敵から2倍見たら、そうこのシリーズは正直キューベのナルがエグすぎた。マジでエグすぎた。キューベゴッド。敵のランプを
いましょう。しました。うまいプレイもするし、なんかまだ分からない。敵を倒しました。ダメだ。敵を倒しました。うわー、てかなんか思い出した、これの時なんかさ、この時に敵を倒しました。5連敗ぐらいしてるみたいな時に最後ちょっとクリアナックして何してなんかインタビューでなんか自信ある人がやるのが一番ですみたいなことを言った記憶がある。その時俺ちょっと言って、倒しました。やっぱりファイナルだ。このファイナルも熱かったな。そう考えて去年のロールってマジで熱かったな。今年のファイナル3度多すぎてなんか熱くなかったんだよな。ファイナルは爆発に耐えてくれるかな。これマジ熱かったわ。いやこの時さ、あのね、UFC 対フェンタケだって、多分あのセミファイナルやっててさ、あのなんかね、あれだったんだよ、あのなんか遅延っていうか、なんか機械トラブル起きて2時間くらい待たされてたんだよ。その時にこれ見てたの。マジで、敵を倒しました。セミファイナル前にすげえテンション上がったもん。グリフィン君、危険っつって、キリングスプリー、マジでうめえ。
ていうかマジでこの年のバイパーの回路動きえぐいな。マジでうめえ。ああなそうだね。デフトも書いてあるな。ペンタか、ペンタじゃないけどなんかえぐいプレイとかバロン前でなんかマジでうめえ。うまかった、とってもうまい。あなたのチャンピオンが倒されました。てかなんかこのレンジの管理の感覚がすごい。もうこの超ギリギリ500レンジぐらい、回数525でした。500ぐらいのレンジ。マジでうめえ。敵を倒しました。キリングスプリー。よし、サイラスやるぞ。うわ、だって。ダメだ。シャットダウン。味方がタワーを破壊しました。いくら撃っても当たらなきゃ意味ないよ。味方がタワーを破壊しました。ベースに乗った。パビーになる。パビー味方のジャングルの名前ターザンっぽいし。
敵のキリングスプリー。バンドルガンナーが背中を向けるのは相手をおちょくるときだけ。勝ってるじゃん普通に。アップだ。最後やられたのか。あなたのチャンスが倒されました。キュート敵を倒しました。マジ惜しい。味方のタワーが破壊されました。負けたのにとって嬉しそうなのがなんかいいね。少年心、少年の心を取り戻してるこの強兵よしの完全にパンパンじゃない。ドゥインビスダウン。敵を倒しました。敵を倒しました。ああクイックミスター1回目のキューティーの位置が欲しかった。ああマジ当てたらキルだった。ドライさん悪者さんいらっしゃい。敵を倒しました。
味方のタワーが破壊されました。マジで敵を倒しました。プレスアタック持ってたからちょっとダメージ計算の感覚違う。こいつだってここからね。絶対死んでた。なんかライズ相手配信の陣じゃなくて最後の陣。ミジ対イレリアって HP そんな変ないから最後の陣で殺しきった。シャットダウン。敵を倒します。キングスプリ
敵を倒しました。ダブルキル、ドミネイティング、味方が倒されました。ダブルキル、ティア持ってなくない？さっきからなんか思っちゃうけど。味方がタワーを破壊しました。ヒューガ痛い、いや変わらないで。味方がタワーを破壊しました。敵を倒しました。味方がインヒビターを破壊しました。ビクトリー。ノクターンのダメージ弱くね？アーマーだからか、ライズが。おーしーっ、大事故。カチカチだこのライズ。おー激アツファイトしてる。死んだんじゃないあれ。おお強え。逃げろgoing to benefit you. It's just you're trying to execute your opponent. Yeah, because yeah. You're guaranteed to win, but you just really stick it to them if you give the damage first. It's like awkward tango. If you don't know who's going to win, you're both kind of moving closer and further away. Both low, yeah. Yeah. Well, I mean, really the key to Becca's success in the last game as well was who's starring so many five costs. Yeah. So we'll see as we shift through this lobby, like who's econing really hard to try and get that level 8, start getting the better chances for the 5 costs. You were saying you were in favor of the econ strategy for newer players, right? Oh, yeah. Especially since this is the littles that are receiving coaching. I think it's super consistent to econ pretty hard early. Because a lot of people... Yes, no.